毎週月曜日は野菜や果物の新鮮情報をお伝えするベジトクです。隼人さん、今日は何でしょうか？はい、今回は旬のさつまいもに注目します。秋の味覚の王道って感じがして、はい、最近私よく焼き芋を食べますね。いろんな楽しみ方ができる食材ですよね。美味しいですよね。はい、今日はおかずやおつまみにもなる火を使わないアレンジレシピを教えてもらいました。秋といえばの食材、さつまいもにはどんな栄養があるんでしょうか？はい、特にビタミン C と食物繊維が豊富に入っています。そして美肌作りや腸活にぴったりなんです。嬉しい効果がいっぱいですね。はい、今日はどんなメニューを作りますか？はい、さつまいもとツナの黒酢あえを作りましょう。よろしくお願いします。まずは材料を見ていきます。2人分で用意しています。はい、さつまいも、ツナ、黒酢、醤油、砂糖、いりごま、青ネギです。じゃあさつまいもから切っていきましょう。はい、はい、端を切り落とす。はい、はい、そして 1.5 センチ角に切ります。すごい断面が綺麗。はい、よいしょ、すっごいしっかり身が詰まってますね。はい、よいしょ。そして空気に触れるとすぐに変色してしまうので、はい、切ったらすぐ水にさらします。はい、はい、よいしょ。さらしすぎるとビタミン C が流れてしまうので、皮付きの場合だと3分ほど水にさらしましょう。切ると白い液が出てくることもありますが、これはヤラピンという栄養素で腸の働きを促進します。皮の下にあるので皮ごと食べるのがおすすめです。はい、じゃあアク抜きができましたのでボウルに入れて、そしてふんわりとラップをかけます。電子レンジ600ワットで 2,3 分温めます。では調味料を混ぜていきましょう。まずツナを入れます。はい、そして、はい、黒酢、はい、でこちらがお醤油、はい、お砂糖、はい、お砂糖、はい、そしたらこちらに先ほど温めたさつまいもを入れましょう。こちらをまた和えます。いい香りがしますね。はい、はい、こちらで完成です。美味しそう。はい、ではいただきます。さつまいもの甘みがしっかり感じられる。お酢としっかり馴染んでて、この甘じょっぱさが絶妙ですね。おかずにはもってこいの味です。美味しい。今日使ったのは、シルクスイートという品種です。甘くて絹のような滑らかな食感が特徴です。そして、収穫直後にはホクホクとした食感も楽しめます。ぜひお好みのさつまいもで作ってみてください。この先11月頃に出回るさつまいもは追熟が進んでより甘くなるんだそうです。いいですね。なんかホクホク派か、ねっとり派か、なんかいろんな味をね、楽しみたいですよね。そうですね、季節の味をぜひ長く楽しんでみてください。